愛媛オレンジバイキングスルーキードライバー、愛媛オレンジバイキングス背番号8番山田優也です。愛媛オレンジバイキングス13番年野義彦です。免許取ったんですよ。あ、運転をできるようになったっていうのが、いろんなとこ行けるようになったんで。一番遠くやったら愛媛ってどこ行った？イカタス試合あの海岸沿いよ、はい、あそこすごい良くて、僕的には結構気に入ってるポイントっすね。ネッツトヨタ愛媛 J スポット空港通り二席です。今日ご紹介させていただきたいお車はですね、ヤリスクロスという車なんですけども、ヤリスクロスはですねボディカラーも豊富にございます。何かお好きな色ございますか？僕は普段に黒。あ、そうですね、黒のお色も非常にスタイリッシュでかっこいいですし、最近はですねこういったツートンカラーっていうのが流行りに乗っておりまして、いいですね。こういうベージュ系とかですね、ちょっとくすみカラーっていうんですけども、こういった色も最近人気がありましてですね。これとかいいっすね。あ、もう白と黒のツートーンも王道ですけど、一番僕もかっこいいと思ってるお色ですので、決まり。チームの投票でそのカラーを決めて車を購入するっていう。チームのファンの皆さん、みんなに、あ、山田選手っぽい色はこれっていうのを選んでもらって車を買う。企画が変わってる。じゃあ。オレンジバイキングスが一番乗ってる男なんで、車を買って、ここからどんどんその車に見合った活躍をしていくっていうのを自分にプレッシャーかける意味で、今日山田車買います。えぐい。ヤリスクロスはですね、荷室容量が、はい、非常に広く取られておりますので、左右のシートを起こした状態でも真ん中に長い荷物を乗せて4名乗車して移動することができますので、すごい釣りするんですよ。やっぱ真ん中に長いの入るってすごい魅力的なんで、試合の後に、まあ、ほぼ寝ずに遊ぶときは体力無限なんで知ってます。試合の4クォーターだときついけど試合の4クォーターが終わったら元気になってる。元気なんです。また初めてですねお車に乗られる方にとっては非常に魅力のあるシステムが搭載されてます。アドバンストカーっていう、勝手に車庫入れしてくれます。勝手にしてくれます。踏んずり返ってるだけ。あ、そうです。もうそれで大丈夫です。自宅駐車場だったりとか、お店の駐車場だったりとか、まあ、いろんなシチュエーションで使える機能になってますので、では早速なので乗ってみましょうか。じゃあ、ヤリスクロスはですね、コンパクト SUV なので、当社の SUV の中では比較的小ぶりなサイズなんですけども。でも実際に見ていただいてどうですか？大きく見えませんか？大きく見えます。フェンダーチモードっていうんですけど、ここをブラックアウトしているので、ここ車高がぐっと高く引き上げたようなデザインになっているのと、あとコンパクトカーでは異例のですね18インチのアルミホイール、これ非常に大きいですけど、これがやっぱり迫力を増しているところになってますね。前もかっこいいですね。ヘッドライトと、まあ、シンプルなデザインにはなってますけども、非常に先進的な。イケメンっすよ。イケメンやな。足回りがなんかちょっと大きいのいいっすよね。そうですね、ここがちょっと人気の魅力でもあります。どうぞ。広い。あ、広い。片方だけこのように下に落として、こう荷室の高さも左右で変えることができる。本当に乗せる荷物によっていろいろ自由に、設計できると、そういう車になってますね。リアシートの方も飲み物飲みながらとかですね、肘置きにもなってますので、すごい、めちゃくちゃ気利く車じゃないですか。あ、そうですね。山田はもうとりあえず運転席に乗せてもらっていいですか？そうですね、乗ってみましょう。してます。緊張するなね、これ。お父さん、ブレーキを踏みながら、はい、そちらの青いボタンを押してみてください。こちらのお車はめっちゃ静かやな。めっちゃ静かも。ハイブリッドカーになってますので、電気モーターで始動します。なので始動時はエンジン音がしません。で、めちゃくちゃ静か。ヤリスクロスの特徴はですね、この7インチの液晶メーター、ここにいろんなですね燃費情報とか出てくるんですけども、まあ、ドライバーの方にも非常に見やすくって、しかもちょっとこう先進感があることなんですが、こちらもですね今トヨタのディスプレイオーディオっていうものなんですけども、今ナビ自体はオプションなんですけども、最近スマートフォン連携機能って言って iPhone だったり Android、 これをですね
ここのコードでつないでいただくと Google マップとかスマートフォンの地図アプリっていうのもここでお使いいただけるようになっております。めちゃくちゃ便利っすね。それ楽でいいよ、はい、コンパクトカーでは唯一電動パーキングブレーキっていうのを採用してるので、あのサイドブレーキの手で引くレバーとか足で踏むレバーってついてないんですよ、はいはいはい、こちらにですねあのP のボタンがありますけども、はいはい、基本これもですね触っていただく必要はなくって、ちょっと山田さんブレーキを踏みながらですねシフトをドライブに入れてみていただいてます。そうするとサイドブレーキは自動で解除いたします、うん、本当だ。でもう一度パーキングにお戻しいただいてもいいでしょうか。そうすると連動してサイドブレーキも一緒にかかってくれますので、このあたりもサイドブレーキのかき忘れとかそういうのはもう全くなくですね、シフト操作だけでご安心して乗りいただけるような車になってます。すごい、本当にすごいですね。めちゃくちゃ気利く車っすね、うん、足元も広いですよね、これすごい、うん、だってヨシさんの身長でも体格で普通に行けるんだったら ね、 足も 広いし、頭もやっぱり SUV の良さはあの高さがありますので、あのお二方身長が非常に高いんですけども、お二方が乗っていただいてもゆったり座れるようなお車になってますね。じゃあ走らせていきましょうか。行っていただいて、はい、緊張ですね。じゃあそのまま止めたい場所の横にですねお車をつけてみてください。あ、ここ大体でいいですよ、はい、この辺でじゃあ、はいはい、じゃあアドバンストパークはですねこの状態のままで大丈夫です、はい、こちらのですね、はい、P のボタンを押してみてください。押しますよ、この P のボタン押します。この車が止められるスペースっていうのをカメラが認識してくれて、はい、今2台止められますよと、はいはい、じゃあこのままもう今ここに止めますよっていう表示が出てるんで、はい、このままもう開始を押してください。であとはアナウンスに従ってですねブレーキを離してハンドルはもう持たなくても大丈夫ですよ。大丈夫です、不安ないけど自殺のまま、はい、おお見て見てすごい、え、ではブレーキを踏んでいただいてシフトを次リバースに、はい、入れて、マジでこれマジでエグいわ。そしてまたブレーキから足を離してください。本当に大丈夫、大丈夫です、車に任せてあげてください。えぐい。本当にすごい。はい、じゃあシフトをパーキングに入れてください。はい、駐車完了でございます。これやばいっすごいな。はい。もう一回やっていいですか。大丈夫です、もちろんです、もう一回です、はい、そしたら、はい、そうですね、次はじゃあちょっと1個こっちに、あ、そうですね、してみましょうか、ね、車いなかったんですけど、はい、こっちで、はい、そして開始を押してください。はい、発信するには大丈夫、はい、車あるけど大丈夫ですか。大丈夫です、しっかり隣の車も認識しながら止めてくれますので。はい、シフトをパーキングに、はい、完了でございます。マジか、しっかり降りられるようにドアも開きますので、はい、すごいっすね。縦列駐車にも対応してますので止めたい場所の横に来て押していただくと、そうすると縦列のアシスト、車を出したい時にも出庫アシストっていうのをしてくれるので、もうそういう時代に来ちゃいましたね。もう駐車に関してはですね本当にもう自動運転、これがもう、はい、今実現されてますので、欲しい、なんかもう自動運転の時も安心感ありますよね、すごい。そうですね、山田ってこれもうどこでも行ける行けるっすね。いやめちゃくちゃ良かったですね。もうなんか僕が見てきた史上一番いい車だった。僕にぴったりですか。いや、もんですね。どうですか。まだ今日車契約して、今シーズンのね終盤のホームセンターに行ってもらえるように契約してから。あれ？おかしい、企画が変わってる。当店では豊富な試乗車をご用意しております。きっとお客様にぴったりの1台が見つかると思います。場所は環状線から空港通りに入っていただいて左手にございます。
タッフ一同心よりお待ちしておりますので、ぜひお越しくださいませ。俺とドライブ行く？